帯広市図書館は北海道帯広市にある公共図書館である。帯広市では市中心部に図書館を設置し移動図書館を運営しているほか市内のコミュニティ施設等に図書室、図書コーナーを開設している。帯広市図書館のルーツは1907年に当時の帯広町民が始めた巡回文庫とされる。1916年に町民有志の資金により 図書館が建設された後、1920年に施設と蔵書が帯広町に寄付されたことで、町立大転記念帯広図書館が発足した。その後、公民館図書館として業務が行われ、数度の移転を経て、施設、蔵書、サービスの拡充が進み、1963年に図書館法に基づき、帯広市図書館として独立した。1964年に、 自動車文庫が開始され、1968年に本館が新築された。時代が平成に入ると施設の老朽化や共愛化が目立つようになり、帯広駅の南隣に位置する現在地に2006年に新築移転した。運営は、帯広市による直営都市、市民と一緒に作る図書館を合言葉に掲げ、 地元住民や団体からの寄付などを通じた財政的支援とボランティアによる人的支援が熱心に行われている。運営方針に、都価県の拠点図書館としての役割、ソフト施策の充実、市民との共同を掲げ、帯広、都価の情報発信、生涯学習の拠点の一つとして、地域住民に向けた図書館サービスの提供、子どもの読書活動を推進する、 活動、郷土文化の継承や地域の文芸振興に関する事業などを行っている。帯広市図書館の歴史を遡ると、1907年に創設された都価値教育会が1913年に都価値教育会図書館を設立して、館内の小学校に巡回文庫を実施したことから始まる。 万世社の開拓団27名による帯広の開拓が始まってから30年後のことで、図書の移動にはリアカーを用いたとも伝えられる。間もなくして1916年に当時の帯広町の町内有志から集められた資金により建物が新築され、十勝教育会が維持する大転記念帯広図書館が発足した。その後、管理上の問題から建物及び図書が 帯広町に寄付されることになり、1920年に、調律大転記念帯広図書館として発足した。時代は昭和に入り1930年になると、建物の老朽化のため移転することになり、前年に建築された都価地会館へ入居した。1933年に、帯広町に市政が施行され、2年後の1935年に、市議会の議決によって名称が、 大天記念図書館に変更された。その後、建物の老朽化や境外化といった理由のほか、建物が軍の司令部に転用されたために数度の移転を経て、1950年に市内西五条南九条目に帯広図書館として移転開館した。また、この間、1945年には第二次世界大戦の選挙区悪化により、約半年間の閉館も経験した。 その後、サービスの充実が図られ、1954年には自動室が開設されるとともに、16カ所の移動図書ステーションが設置されたほか、15歳以上を対象とした図書の考え貸し出しも始まった。1955年には、愛の研究者の吉田和夫が収集した郷土の文化、歴史資料を編纂した帯広市教育総書の発行が始まった。また、 1961年には地域の文芸振興を図る取り組みとして、帯広市民文芸市市民文芸が創刊された。これまで、帯広図書館は公民館図書館として運営されていたが、図書も整理されて公共図書館の一応の形態を整えたとして、1963年3月30日に図書館法に基づく図書館として分離独立し、名称が 帯広市図書館となった。帯広市図書館として独立した後、1964年に自動車文庫が始まり、1966年には専用の移動図書館車が導入された。1968年には市内西7条南7丁目に新築移転し、施設面の充実が図られた。並行して各種サービスの拡充も進められ、1967年に レファレンスサービス、1972年に副社サービスを開始、1983年にはリクエスト制度が実施された。時代が平成に変わり1990年代の後半に入ると建物の老朽化や境外化などが問題視されるようになり、施設の改造を行ったり、市内の商業ビル内に暫定的に分館を設置したりしたが、 1997年には新しい図書館を考える市民委員会から提言書が出され新たな図書館の建設が望まれるようになったこのような状況から1998年に新図書館建設担当職員が配置され移転に関する議論が開始されたところが新図書館をどこに建設するかで議論が紛糾し 基本設計費の予算化が何度も先送りされる事態となった。新図書館の展望が見えない状態が続き、2001年に NPO 法人市民満足学会が実施した公立図書館の満足度調査では全国で再開を記録するに至った。状況を打開するため、2001年に市議会において新図書館建設調査特別委員会が設置され、 合意形成が進められたことで2002年にようやく帯広駅の南に隣接する現在地への移転が決定した。新図書館の設計は公募型プロポーザル方式により行われ2003年に着工した。新図書館の建設に際して住民参加型市場公募地方債、町づくり債が発行されたほか、個人、団体からの寄付金による 新図書館建設基金も設立され施設建築の財源に充てられている。一転準備のため2005年11月10日から本館が休館となり、続いて12月29日には民間ビル内の分室も閉鎖され、翌2006年3月3日に新図書館が開館した。同時に蔵書管理が電子化され、インターネット経由での蔵書検索も可能になった。 新館建設の議論と並行して図書館ボランティアを育てる取り組みも進められた。2000年10月にボランティア活動の意識調査を実施、2001年にはシンポジウムやボランティアを育成する講習会などが開催され、2002年11月にボランティア団体、帯広図書館ともの会が設立された。新館への移転と合わせて読み聞かせや読み手養成講座、 各支展示会といったイベントの開催、ビジネス支援事業などのソフト面の充実も進められた。2004年からは、都価地管内の公立図書館と帯広畜産大学、帯広大谷短期大学が参加した広域個人貸し出し事業も始まった。新館移転後の来館者数は、市が2001年に建てた新帯広市図書館基本計画の推計年間来館者数を大きく上回り、 利用者数、貸出点数、市民一人当たりの年間貸出者数が、いずれも移転前より増加した。多機関との連携も進められ、2006年には、帯広畜産大学附属図,図書館内に、帯広市図書館の資料を置く、地域図書コーナーが開設されたほか、両図書館の連携事業として、小学生向けの調べ学習事業が始まった。さらに、2008年には、 帯広動物園、帯広100年記念館、帯広市児童会館との間で共通のテーマを設定して催し物を行う4館連携事業が始まった。子どもたちの読書活動を促進する活動も拡充され、絵本との出会い事業を2003年に施行し、翌年から本格実施が始まった。2007年1月に、 市内の小中学校を対象とした図書のセット貸し出し事業、ブックルビンが始まり、同年2月に学校図書館の改善を目的とした学校図書館支援事業第1号が実施された。その後もセット貸し出し事業の内容や対象者が拡充されたほか、2010年1月に中高生向きに推薦図書をまとめたブックリスト、ブック、ナビを発行し、 市内の中学生全員並びに各高校の図書室に配布された。2012年には幅広い年齢を対象に読書活動の機会充実を図っている。学校での読書活動支援にも積極的に取り組んでいるなどの推薦理由で子どもの読書活動優秀実践図書館として文部科学大臣表彰を受賞している。帯広市図書館は指定管理者制度や PFI を 導入せず、市が直接運営している。指定管理者を含む民間活力の導入は、帯広市の重点課題とされ、図書館経営のあり方についても継続的に検討されているが、帯広市図書館では職員の専門性を継承していく上で、現状では直営方式が適していると判断している。効率的で利用者満足度が高い図書館を追求するとともに、 運営方針の一つに市民との共同を掲げている。図書館活動に対する市民の関心や参加意欲は高いとされ、寄付行為などを通じた市民、団体からの財政的支援と市民ボランティアの図書館活動への参加によって市民と一緒に作る図書館が育てられている。個人や団体から受け付けた寄付金は図書館図書整備基金に積み立てて運用され、 図書館資料の充実のために活用されている。年ごとの寄付金、寄贈品の合計金額は100万円から数千万円と幅があるが2003年から2012年までの10年間で計1億4000万円に達している。2015年度の時点で継続的に寄付を行っている個人、団体は35件あり、中には1951年から半世紀以上にわたって、 寄付を続けている個人や、数千万円の大口寄付を行った個人もいる。帯広市図書館を寄付の獲得で成果を上げている、図書館と評価する声もある。寄付金により購入した図書は寄付者の名前を入れた、文庫と名付けられ、図書に文庫名を記したラベルが貼られている。寄付金以外では、図書や市長各資料の寄贈のほか、地域の強度や歴史に関する資料、 小広出身の歌人である中条文子ゆかりの品なども寄贈されている。この他、過去にはコミュニティ施設の図書室を巡回するための車両も寄贈されている。2003年に着工した新図書館建設に際しては新図書館建設基金が設立され、1994年より個人4名と9団体から合わせて1700万円余りの寄付金が集まり、 図書館建設に活用された。加えて、帯広市は市民を対象とした、住民参加型市場公募地方債町づくり債を発行して、資金を集め、3年間で23億円が図書館建設に割り当てられた。市民からは、現金だけでなく物品の寄贈もあり、図書館の設備、備品として必要なベンチや、ブックカート、車椅子、拡大読書機 AV 機器などが寄せられたほか、絵画や陶器といった装飾品や敷地内に植える樹木の寄贈もあった。ボランティア活動については、帯広図書館ともの会をはじめとするボランティア団体のほか個人単位での参加もあり、2007年時点での参加者は100人を超える。ボランティアによって読み聞かせ会、朗読会、映画会などが実施されているほか、図書の配下や、 修理業務への協力、スクラップブックの作成、布の絵本や貸し出しを手下げ袋の作成などが行われている。入用事件審時に行われるブックスタート事業もボランティアの協力によって実施されている。また、図書館サービスを障害者へ提供する取り組みとして、ボランティアによる本のおに役、資格障害者向けの労働区、障害者を対象とした本の宅配などが、 行われている。さらに、図書館内の清掃、池花の管理、観葉植物の管理など、施設管理業務へのボランティアの協力も見られ、ボランティアの参画は図書館運営の多岐にわたる。その他、ボランティアによる自主研修会なども定期的に行われている。帯広市図書館は、帯広、十勝の情報発信。 生涯学習の拠点としての役割が期待されており、都家県の拠点図書館としての役割、ソフト施策の充実、市民との共同という運営方針に基づいて各種事業を展開している。子どもの読書活動の推進に力を入れており、平成24年度の文部科学大臣表彰に選ばれる成果を挙げているほか、郷土文化の発信、地域の文芸振興について、 半世紀以上にわたる、息の長い活動を続けている。また、情報発信の拠点として、図書館を会場としたイベントを開催したり、広報誌やウェブサイトを活用した利用者、市民向けの情報提供にも取り組んでいる。これらの事業の中には、広域個人貸し出し事業に代表されるように、近隣の公立図書館や学校機関をはじめ、市の学習施設、商工会議所、 地元新聞社、民間書店などと連携して行われているものも多い。以下で、帯広市図書館の主な事業、活動を紹介する。本図書館では、乳幼児から中高生まで、それぞれの年齢層に合わせて、読書活動を推進する取り組みを行っている。乳幼児を対象とした活動の一つとして、乳幼児検診時に絵本をプレゼントする、絵本との出会い事業を、 帯広市子ども未来部と連携して行っている。また、子供の発達段階や利用目的に合わせて、図書館が推薦をするセットを作成し、一括して貸し出す。事業を行っている。以下で、各セットの概要を説明する。2007年からは、市内の学校図書館の改善を目的とした、学校図書館クリニックが始まった。この取り組みでは、実施先の学校に、 図書館職員と学校の担当教諭、そしてボランティアメンバーが集まり、講師担当者による事例紹介や改善ポイントの講義、現場の図書室への具体的な改善アドバイスが行われ、その場で図書室の改装作業が行われる。北海道立図書館とも連携を図り、講師を道立図書館から招くこともある。年1校から3校程度、市内の小中学校で実施されている。 それ以外にも子供たちに図書館に親しみを持ってもらい利用普及を図る目的で小学生を対象とした調べ学習事業を行っている。帯広畜産大学との連携事業であり図書館職員や畜産大学職員が講師となって図書館資料の調べ方のほか図書館の利用方法やマナーなども教える。帯広市図書館では帯広 ト価値にまつわる郷土文化の継承、発信、あるいは地域の文芸振興を図るための取り組みを行っており、中でもアイヌ文化や郷土史資料を編纂した帯広総書、地域住民の応募作品によって作られる市民文芸の観光は半世紀以上続けられている。伝統的な事業の継続とともに新しい試みもあり、2004年には帯広出身の歌人、 中条文子の功績を称えた中条文子賞が創設され、2010年には小学生から18歳を対象とした文芸誌、ヤング文芸が創刊された。以下でそれぞれの内容を説明する。帯広市図書館では、市の教育関連施設である、帯広動物園、帯広100年記念館、帯広市児童会館と共同で一つのテーマを設定して、 模様し物を行う4冠連携事業を2008年から実施している。この取り組みは2010年度からは市の社会教育施設連携アクションプログラムとなり共通テーマの下に4施設それぞれの特色を生かしたイベントや講座の開催などが行われている。例として2010年度の事業を見ると4つのテーマ帯広からわかる地球の様子点 ニュース済み生涯学習事業、未来に伝える遊び体験、冒険家、上村直樹店が設定され、図書館では子供向け講演会、お話会、所蔵資料の上映会や展示会のほか、広報誌にて、テーマに関連する書籍の紹介などを行った。帯広市図書館では、読み聞かせ会、朗読会、映画会、文章教室、郷土資料読み解き講座などを、 ある程度定期的に開催しているほか、講演会や写真展、企画展示といったイベントも実施している。ビジネス支援にも力を入れており、帯広市の商工観光部や帯広商工会議所と連携した取り組みも行われている。企業や業種参入を考えている市民や経営者向けにビジネス支援コーナーを本館2階に設定して、関連書籍やパンフレットなどを集め、 ここに、商工会議所から無資料が提供されている。また、図書館を会場として、市や商工会議所と連携したセミナー類も開催されている。その他、公式サイトにも専用コーナー、ビジネス .com を開設し、ビジネスに関連した情報発信や図書館で提供しているサービスの紹介を行っている。 地元新聞社との連携も行われており、2003年10月から市面に図書館支所のおすすめ本というコーナーが設けられ、都価地管内の17の公立図書館とともに持ち回りで図書の紹介を続けている。この企画には後に市内の一部高校と帯広畜産大学の図書館も加わっている。地元書店組合との連携による取り組みとしては公開講座や作家を招いた 講演会を実施している。図書館側が会場を提供し、書店側で実行委員会を作るなど工夫して、必要経費などの管理が行われている。帯広市図書館では、調べたいと名付けられたパスファインダーも作成している。テーマに関する本の表紙と内容紹介や所蔵されている視聴覚資料に加えて関係する雑誌、新聞、ウェブサイトの URL や、 見学可能な施設も紹介されている。また、調べるためのキーワードが紹介されており、オパックやウェブで検索する手がかりとしても使える。発行は不定期で、時折改定も行われており、印刷されたものが本館内で入手できるほか、公式サイトから PDF 版もダウンロードできる。定期的に発行している広報誌やウェブサイトを通じて、 利用者や市民向けに情報発信が行われており、一部の広報紙はバックナンバーを含めて公式サイトから PDF 版をダウンロード可能である。また、帯広市図書館では職に関する資料収集に積極的に取り組んでおり、2006年度から2015年度にかけて職をテーマとした広報紙、食ナビを発行したほか、公式サイトでも専用コーナー、 食文化ドットコムが設けられている。その他、健康、医療をテーマとした、体ナビドットコムも公式サイトに設けられている。帯広市図書館では、郷土資料の収集、保存を行っており、吉田岩尾以降資料や中条文子に関する資料など、学術的、文化的に貴重なものも多く含まれる。上記の他に、帯広市図書館では、北海道、 と勝ちに、ゆかりのある作家の作品や、帯広や、道内の企業情報、統計資料などの収集、保存も行っている。本館の建築構造は、鉄筋コンクリート作り、一部鉄骨作りの地下1階、地上3階で、ガラス天井から自然採光が得られる構造を有し、外壁には、北海道産のレンガが使用されている。 延べ床面積は6544.53平方メートル、敷地面積は7260.48平方メートルで、所蔵能力は約50万冊である。駐車場は94台用意されている。館内にはユニバーサルデザインが取り入れられているほか、太陽光発電施設や地熱を利用した空調システムなどを備えて自然エネルギー利用を行っており、 人と環境に配慮した施設である。1から3階の各フロアはテーマに基づいて構成されている。各階のテーマと主な機能、設備は以下の通りである。十勝管内の自治体の図書館、帯広畜産大学並びに帯広大谷短期大学と連携して広域個人化し出し事業を行っている。利用対象者の範囲は十勝管内に居住している人。 帯広市内に通勤、通学している人、その他、教育委員会が特に認めた人である。基本的なサービス内容は、以下の通りである。オパックが導入されており、館内端末及び館外からインターネット経由で、蔵書検索、予約が利用可能である。本館の所在地は、帯広市西2条南14丁目3番地1である。北海道旅客鉄道帯広駅の南に位置し、 駅から徒歩2分である。公園大通りを挟んだ向かいには、帯広市の生涯学習センターと、定住交流センターが併設された、十勝プラザがあり、その先には、長崎や帯広店を挟んで、帯広市民文化ホールが位置する。広大な地域の隅々までサービスを展開するために、移動図書館、バス、ナウマン号が運行されている。この愛称は、 工房によって1970年に決まった。2012年10月から5代目となる車両が導入された。車体にはその名の通りなうマンざおのイラストが描かれており、最大積載冊数は約3500冊である。市内各地域を月1回のスケジュールで巡回して図書の貸し出しを行う。利用対象者の範囲は本館と同じである。利用料は 無料で事前に利用登録が必要となるが、本館の利用カードがあれば共通して使用可能。本館で利用する冊数とは別に、一人10冊まで貸し出しを受けられる。貸し出し期間は次の巡回日までで延長はできないが、直接本館に返却することが可能である。希望する図書がナウマン号に置かれていない場合、予約して次回巡回時に受け取ることができる。 帯広市が市内各地域に設置しているコミュニティ施設の中には図書室、図書コーナーを開設している施設がある。これらの図書室等についても帯広市図書館が配本や入れ替えなどの管理を行っており、閲覧、貸し出しのサービスが受けられる。また、帯広畜産大学付属図書館内にも連携事業として市の地域図書コーナーが設けられており、 大学図書館の蔵書とは別に貸し出しが受けられる。貸し出し冊数は一人5冊以内で、期間は2週間以内、各施設に設置された貸し出し簿に記入することで、貸し出しを受けられる。ありがとうございます。